ご視聴いただきありがとうございます。ボーカルスタイリストの西です。今回は倖田來未さんの魅力についてボイストレーナー目線で深掘りしていけたらなと思います。この歌唱力分析の企画やらせていただいて2ヶ月くらい経つんですけれど、上から目線で語りたいわけじゃなくって、本当に歌手の方がどんなテクニックを使っているのかとか、どんな発声をなさっているのかっていうことが分かってくると、自分の歌に活かせそうなポイントが見つけられるっていうことがあるんです。そういうものをボイストレーナーとして見つけてシェアさせていただけたらなと思って始めたんですけれど、今回本当にいろいろ調べてて倖田來未さん勉強になりました。ちなみに2021年に入ってからリクエストめちゃくちゃいただきました。ありがとうございます。今回は倖田來未さんやっていきます。まずは倖田來未さんの発声について調べてみました。今回はこの曲の声が高いよとか低いよっていった情報をご視聴くださっている方から事前にいただいていたので、本当に調査しやすかったです。ありがとうございます。いつもは高い声からお話しすることが多いんですけれど、今回は低音からお話しさせてください。ランという曲とか、すごくヒットした You という曲、このあたり聞いていただくと分かる通りとても低いんですよね。で、他の女性ボーカリストのお声、特に低音の際によくお伝えしているんですけれど、低音はとても出しにくいので、基本的には会話の時と同じ力量フォームで、軽く声を出すっていうよりは音を出すようなイメージ、声帯を鳴らすっていう表現もするんですけれど、そういう感じで出すと発声しやすいですよってお伝えしているんですよ。よくボイトレで喉を開けて息をいっぱい出すといったこと聞いたことある方も多いと思うんですけれど、低音に関してはそれはあんまり当てはめない方が僕のレッスンでの経験上も走行している気がします。で、これは一般的な話。今回倖田來未さんの低音をイヤホンでしっかり聞いていたんですけれど、どうも他の方よりも低音が太いなと思ったんですよ。つまり簡単に言うと、めちゃくちゃ響いてるなっていうことなんです。先ほど聞いていただいたような低音域って、多くの女性は出しにくくなって音量が出ないか、出せても軽く本当に鳴っているっていう感じになりがちなんです。それはおかしなことじゃないんですよ。人間の限界値に近づいているだけの話なので。じゃあ倖田來未さんはっていうと、低音、確かに中音域よりは細いですし、鳴っている感じっていうのもあるんですけれど、それにしてもしっかり出しているっていう印象だったんですよ。だけど別に息を多めにして頑張って発声しているっていう感じではないんです。それの理由が聞いているだけではわからなかったんですけれど、テレビで歌われている映像とかライブ映像を見て一つ分かったことがあったんですよ。おそらく喉仏大っきいんです。これ実は持って生まれた幸運な条件の話になるので、かなり恵まれた話というか、ボイトレとはちょっと違う話になっちゃうんですけれど、喉仏の後ろに声の原音が作られる声帯があります。で、その原音が響く場所って5つあるんですけれど、もちろん喉仏の裏側あたりもその1つなんですね。細かい話はまた別の機会にするとしまして、で、その後ろの体積、喉仏と声帯、あとその後ろにある頸椎、この辺りの体積が狭いか広いかっていうのはボイトレでなんとかできる話ではなくって、その形状で生まれてずっとその体積で歌っていくっていう感じなんですよ。で、本当にこれはありがたい話なんですけれど、喉仏が幅広だから響きやすいということは大いにありえるんですよ。特に低音域においてその恩恵は受けられることがあります。どういうことかというと、例えば中音域とか高音域っていうのは、そんな喉仏の後ろの体積でなんとかしなくても、口とか鼻の響きを目いっぱい使えば声量を稼ぐことができるんですけれど、もちろん低音域もできなくはないんですが、体感として皆さんおそらくご理解いただけるように、頑張って響かそうにもまずその低音域、原音が出しにくいんですよ。だから逆に言うと、その低音域の原音さえ出せれば、あとは物理的な広さで響かせることができるのであれば、頑張らずにしっかりした音が出せるっていう。倖田來未さんのボーカルのその低くてハスキーでセクシーで、そしてそのよく響くこの声っていうのは、喉仏の幅広の形状がすごく助けているんじゃないかなというふうに思いました。余談なんですけれど、この喉仏が狭いとどうなるかっていうと、よく男性だとボコッと喉仏出てらっしゃる方いますよね。すごく男性的でかっこいいんですけれど、ボコッとなっているということは、喉仏が鋭角になっているので、響く場所が幅広の形状よりも少し狭いといった印象になります。ただ男性はそこまで無理しなくても低音が出せたりしますし、その他の音域においてもしっかり口とか鼻を使えば声量は稼ぐことができます。男性にとって難しいのは、女性と違って低音よりも高音域の方ですからね、あんまり悩む必要ないと思います。で、女性にとってはこの喉仏の形状が幅広っていうのは少し羨ましいものじゃないかなと思います。あえてデメリットを言うと、
扱いづらいっていうことなんですよ。すごく良い形の一級品であるからこその悩みとしてコントロールしづらい、つまり大きいから重いみたいなイメージだと分かりやすいと思うんですけれど、例えば風邪ひいた時に声がかすれやすいかもとか、高音になるにつれて重くなりがちになるかもとか、もちろんそのあたりはエクササイズでクリアされていたりすると思うんですけれど、ライブ映像をずっと見てるとやはり後半になるにつれて若干高い声を出す時に太さが増してくる印象ではありました。これお分かりいただけると思うんですけれど、全然バカにしているわけじゃなくって、すごく良い楽器を持っているからこその宿命だし、それでも2時間も3時間もずっと歌って踊っていられるというだけでものすごく努力をされているんだと思います。だからこそのパフォーマンスだと言えると思うんですよね。だからいい形状の喉仏なんだったら本人の努力じゃなくてもいい声が響き方ができるっていうことだよねって思われるかもしれないんですけれど、それはもう全然違うんですよ。もう本当に何回もお伝えしているようにコントロールするのがめちゃくちゃ難しいっていう話になってくるんですね。だけどライブでも別に声がかすれまくっているとかそんなことはないですし、何を歌っているか分からなくなっているってこともなってないですからね。もしそうなることがあればの話なんですけれど、それは今までお伝えした喉仏の形状、それが一つの要因じゃないかなと思います。喉仏が重いからそれをつっている筋肉が収縮しちゃうということですね。これもし同じ条件、同じ喉の条件の方がいるとして、エクササイズとか一切していないってなると結構早い段階で声枯れたり疲れたりしていらっしゃると思います。低音域だけでこんなにお話ししてしまいましたね。高音域のお話しますね。ファルセットについてなんですが、これもご視聴くださっている方に事前に教えていただいたんですけれど、結構なハイトーンを出されていらっしゃいます。聞こえましたかね。この声がファルセットと呼ばれる息漏れさせる裏声なのか、声帯を閉じた状態で少しだけ隙間を作って笛のような音を出すホイッスルボイスであるのか、これは音源を聞いただけではちょっと自信がなくって、ライブ映像も探したんですけれど見当たらなかったんですよね。もちろんそれは歌唱力に影響する部分ではないので、裏声であろうとホイッスルボイスであろうと、どちらでもいいし素敵なんですけれど、この音域が出せるというだけでやはり平均以上のかなり高難度の高音発声だと言えると思います。最初シンセサイザーの音かなって思ったくらいで、また別の話なんですけれど、地声ミックスボイス、ヘッドボイスなどの硬い高い声は栄養という曲があって、今めちゃくちゃ高い声ありましたよね。このあたりの高さでは出せる出せないっていうのは、共鳴バランスって言い方をするんですけれど、鼻口喉に響く分量バランスをうまく調整して出しやすさが決定していくものなんです。だから先ほどの喉仏の話になるんですけれど、コンディションが良ければ出せるし、少し体調が悪いとか響かせる分量が狂っちゃうと、あ、重そうだなっていう印象になるかもしれません。このことを知らないと高い声が出ない様子を見た時にプロじゃないとか下手なのっていう解釈になってしまうかもしれないなと思ってるんですよ。それも仕方がないことだと思うんですけれど、少しこのことを頭に入れてボーカリストの歌を聞くと、さらに尊敬できたり感動できたりするんじゃないかなと思っています。はい、ここまで事前にコメントくださった方からいただいた情報をもとにいろいろお話ししてきたんですけれど、最高音最低音は調べていないんですけれど、少なくとも3オクターブ弱、ファルセットがもう少し出るなら余裕で3オクターブあるんじゃないかなと思います。これはかなり広い方ですし、低い声も高い声もバランスよく広がりのある音域ということで、ありとあらゆる曲が歌えちゃう音域じゃないかなと思います。発声のパートで熱く語ってしまったんですけれど、もちろん歌唱テクニックもめちゃくちゃかっこいいですよね。一番僕が気に入っているのはダンス系ボーカリストがやると本当にかっこいい、楽譜に音程のある音符として書けないようなサウンドを使うテクニックなんですけれど、ヘンズアップのアップの部分、こういうテクニックは一般的にカラオケとかでやるのはちょっと恥ずかしくて抵抗があるっていう方もいると思うんですけれど、確かに日本ではあんまりやる方いない、少ないんですけれど、海外だとよくヒップホップ系のアーティストはやっているイメージがありますね。女性でこういう声をよく使う方、例えば、ミッシーエリオットとか、もちろん好き嫌いはあるのかもしれないんですけれど、表現としてめちゃくちゃ面白いですし、武器として持っておくと何ランクも表現力アップできると思います。あとこれも大好きなんですけれど、
語尾、声がひっくり返りますよね。これはビーズの稲葉さんもよくやるテクニックなんですけれど、さっきのテクニックとかこういうテクニック、こういう表現ってかっこいいんですけれど、例えばやられないボーカリストと比べるとちょっと過小評価され気味なのが、僕はちょっとだけ色意義ありっていう感じなんですよね。まあ理解できるんですけれど、シンプルに音程がよくってリズムが取れていて美しい声でビブラートを流麗に聞かせるみたいな、そこに声量がくっついていれば、まあ、なおよしといった歌唱スタイルが多くの方の心を掴んで離さないっていうこと、まあ、これは本当にわかるんですけれど、今回一応ネットでも倖田來未さんの歌唱力がどう受け止められているのかチェックしてみたんですけれど、まあ、そういう方々と比較された時に歌唱力が劣っているかのような書き方がされていることもあって、僕は全て褒め称えるべきとは思っていないんですけれど、まあ、例えばダンスミュージックとかこういうゴリゴリの R&B っぽいトラックで歌うとなると、やっぱりちょっと癖のあるテクニックってすごく映えるんですよ。逆にやっていた方がかっこいいくらいですし、そのあたりのジャンルが得意な K-POP ボーカリスト、だからそのすごくいい意味で似ている部分もあって、その K-POP ボーカリストと表現力自体はワールドワイドレベルだと思うんですよね。エッジボイスとかも多用されるので、ボーカルの質感としてはその分かりやすく言うと正統派ではない感じの声と歌唱テクニックという風に取られやすいのかなと思うんですけれど、むしろダンスミュージックでシンプルに歌ってしまう方がちょっと危険なこともありますからね。さっきもお伝えしたようにゴリゴリのトラックを歌うなら、まあ、ぜひとも倖田來未さんの、テクニックを真似した方がいいと思います。ちなみにエッジボイスを使われることが多いのは、元々の声声帯で作られる原音が強い、声帯の鳴りが強いということで、息を少し出しただけで硬い声が作りやすい方でいらっしゃるからだと思うんですよ。だからハイトーンを出される時にもすぐに声がひっくり返ると思うんですけれど、これは倖田來未さんにとってもとてもやりやすいテクニックなんだろうなと思います。めちゃくちゃ自然でかっこいいですよね。このあたりのテクニックプラスビブラートのラストもひっくり返すことができれば、倖田來未さんらしい歌い方ができるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃかっこいいですよね。ぜひ真似していただけたらなと思います。今回は倖田來未さんの魅力をボイストレーナー目線で深掘りしていきました。本当に個人的な話なんですけれど、僕は十数年前に大阪から上京して東京のスクール講師と採用面接を受けたんですね。その時に歌った曲が最後の雨という名曲の倖田來未さんバージョンだったんですよ。倖田來未さんのバージョンのカラオケを持って行ったんだと思うんですけれど、まあ、だから本当に昔からお世話になりましたっていう思い出のアーティストなんですよね。すいません、本当にどうでもいい情報なんですけれど、少しでもこの動画に興味を持っていただければグッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけると本当に嬉しいです。インスタグラムとツイッターもやってるので、ぜひ僕とつながってください。コメントもたくさんいただけてありがとうございます。ぜひリクエストなどあればお寄せください。全部やれるかは分からないんですけれども、なるべく聞いて勉強したいなと思っています。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ボーカルスタイリストの西田鎌紗でした。